こんにちは、石崎です。本日なんですけれども、現在2軍ではですね、本来1軍で活躍してほしい実績のある選手たちが出場しています。その彼らについて今どういう状況なのかということをお話ししたいなと思います。まずは巨人ですね。多くの若手選手の中、1軍へ向けた挑戦の選手もいるのが巨人の2軍です。特に今季開幕ローテーションとして期待されながら怪我で離脱してしまった畠選手。現在は2軍で先発として多くの三振を奪い、さすがでやや球速が出ないことが心配とされていたんですが、先日の DeNA 戦では150キロの直球で空振りも取れていて、本調子に近づいているように感じます。2軍で多くの三振を量産しているので、1軍も時間の問題かなと思いますし、制球に関してもかなりまとまってきているなという印象があります。あとは怪我だけに気をつけてほしいなと思っています。そして野上選手、昨年秋にアキレス腱断裂というものすごく大きな怪我をしてしまい、選手生命や契約が2020年までということもあり、復帰も難しいと予想されていたんですが、すでに2軍で復帰し、練習試合と2軍戦で登板。もともと直球派ではないんですが、まずまず戻ってきています。そして自慢のチェンジアップもすでに打ち取れていて、もう少し時間はかかっていくと思いますが、1軍の戦力となれるのかなというふうに思います。彼がロングリリーフとして入ってくればチームにとって大変大きいなと思います。そして高橋優希選手、左肘痛に悩まされ開幕ローテーションから外れた2年目の左腕田口選手とともに左としてローテーションを支えてほしかった存在なんですが、まだ1軍とはなっていません。2軍の登板の予定も決まっていないんですが、すでにブルペン投球は始めています。まずは2軍で着実に調整していってほしいなと思っております。そして岩隈選手もしかり、ヘルニアもあり、昨年は一度2軍登板もありましたが、今季はまだ2軍登板もありません。ただ7月12日にはブルペン入りが報告され、実戦登板の可能性。昨年巨人入りもまだ1軍登板はゼロ。そろそろ見たい、そしてそろそろ戦力にならないと厳しいとも言われるところもありますが、年齢もあり調整はまだまだ時間がかかっていくかなと思います。1軍だろうと2軍だろうと、この目で再び NPB での登板をもっと見たいなと思います。そしてヤクルト、2軍で無双しながら1軍でなかなか結果が出ていない塩見選手。今季も練習試合等でアピールし、5番として期待をされていたんですが、コンディション不良もあり、レギュラー定着とはいきませんでした。そして1軍で1割5厘1本、さらにコンディション不良等もあって抹消。そして先日実戦復帰し、三振も多いんですがヒットが出始めていて、外野としてプレーできています。浜田選手や竹岡選手、長岡選手がアピールしていますが、彼らはこれからの選手。中山選手が苦しんでいる今、彼が1軍になんとか食い込んでいきたい。1軍は山崎選手が好調で、青木選手とともにレギュラーをつかみかけているんですが、雄平選手が苦しいことを考えると、彼にはなんとか1軍で頑張ってもらいたいなと思っています。そして阪神、2軍に関して昨年一気に若返りが進んだんですよね。ただ投手に関してはもともと期待できる選手も多く調整と育成を両立できています。まずは岩田選手、昨年は好投しながら勝ちがつかなかったり、爆発してしまったりと安定せず3勝も、チームに彼のような経験のある選手がいるのは大変大きい。今シーズンは開幕2軍となり、当初は苦しい投球が続き、チャンスをつかめず中田選手が先に1軍となったんですが、その後は調整してきています。ただ全体的に安打を多く打たれていて、ピンチは多く、なんとか粘っている投球で5イニング投げているんですが、ローテが苦しい時に必要な選手ではありますが、これがどう判断されるか微妙なところかなと思います。そして桑原選手、昨年怪我に苦しんでいたんですが、今季はすでに2軍で多くの試合に登板。当初はなかなか球速が出ていなかったんですが、現在は145キロ後半、147キロあたりも出るようになってきました。そして結果も出ています。1軍中継ぎ陣、開幕時よりはまだいいんですが、昨年ほどの安定感はなく、層は薄いところ。エドワーズも復帰はまだまだ未定。彼が戻ってこられるとすごく楽しいなと思います。そして藤川選手もすでに実戦復帰。最速148キロと直球も球速が出ていて、フォークもまずまず。もうちょっと調整していくかなと思いましたが、ちょうどこの撮影直前に1軍昇格が決まりました。抑えでいきなり活かすというのはかなり酷だとは思いますが、ここでどういう結果を残してくれるか楽しみです。そして島本選手は実戦復帰も失点。そして森谷選手はまだ登板がありません。スアレスと岩崎選手の疲労が限界になるまでに戻ってきてほしいんですが、高橋遥人選手は3試合で4回6三振、防御率 0.00 と短いイニングから調整が進んでおり、直球の力は戻ってきています。ただ今後慎重な調整をしていくと思いますが、間違いなく前には進んでいるなという印象があります。そして DeNA、有望株が多い DeNA 2軍で、森選手や田辺選手、千野選手や益子選手、山本選手や東選手、さらに育成のデラロサラが多くの試合に出場し、必ずしも結果はついてきていないんですが、育成中心で2軍が運用されています。昨年素晴らしいデビューを果たした伊藤選手が当初絶不調でヒットも出ていなかったんですが、やっと一発が出ました。まだ1割3分9厘でフォアボールも少ないんですが、何かきっかけにしてほしいところ。そして1軍が苦しい時に期待したいベテランの石川選手は、現在2軍で様々なポジション、先日はファースト
ストで出場し2安打。ただ、まだまだ打率は1割9分4厘。開幕当初から安打があまり出ておらず、今すぐに1軍と考えるのは難しいところ。本当にこの時点では連敗が続いていて、昨年のように彼の力が今求められていると思いますが、なかなか現状は苦しいかなというふうに思います。ただ、細川選手、かなりいいアピールをしています。まあ、三振の数こそ多いんですが、フォアボールも取れるようになってきており、出塁率が4割9厘。今季は打撃の確実性が去年より上がっているなという印象があります。そして一発の魅力に加え、今季は積極的に盗塁を仕掛けていて、現在は5分の4成功しています。一軍の大砲、そして足が使えるようになると、本当に大きな戦力になるのかなと思います。そして三上選手、今季はですね、先発陣が長いイニングをなかなか食えていないことや、山崎康明選手の不調などもあって、リリーフの負担が目立っています。彼に帰ってきてほしいんですが、7月は登板3試合で失点。球速は150キロ近く出ているんですが、簡単に安打を打たれてしまうのが気になるところ。ブルペンリーダーでもあり、経験豊富の彼にはなんとか戻ってきてほしいところです。そして砂田選手、彼は現状まずまずです。現在2軍で火消しなど様々な場面で登板し、防御率は 0.00。 まだ四死球も与えておらず、三振も奪えています。ただ球速は145キロも下回ることが多く、ラミレス監督の方針と合うかどうかは不明なところ。まだ25歳で1軍通算179試合の登板実績もあります。正直西武ファンとしては今一番欲しい存在なんですが、1軍のリリーフが苦しい現状でまだまだ使われていないということを考えると、まあ、やはり球速というところが不安に思われているのかなと思います。まあ、ただ1軍の戦力となる日も近いと予想しております。ちなみにこの動画撮影時点では上茶谷選手の復帰が近いと言われています。まあ、調整を焦らずしっかり2軍で投げられ、16イニングで20三振。今後1軍で期待してもいいんじゃないかなと思っています。そして広島、現在投手陣かなり苦しんでいます。先発も床田選手、ジョンソンが苦しんでいて、栗選手も3回に失点という形が目立つ。その中で期待したい先発ですが、アドバ選手もまだまだ苦しいところ。もともと様々な球種で打ち取っていく投手なんですが、今季はパワーアップを目指してか150キロ計測など期待もあったんですが、まだ制球がばらついており、これまでの自慢のコントロールとの両立に苦しんでいる印象があります。正直先発、中継ぎ経験もあって一軍に上げたい選手ではあるんですが、先日の阪神戦では5回10安打7失点。まあ、彼も今後のためにまだまだ一軍とはいかないと思いますし、もう少し2軍でしっかりと投げ込んでほしいなというふうに思っています。そして先発経験もありながら近年は四死球に苦しんでいる岡田選手、今季はリリーフ挑戦も現在は2軍。成績としてはまずまずも1イニング3四球など苦しむ投球も見えました。まあ、球速自体はさすがではありますが、安定感はまだないと言える。その後登板で1イニング2三振無失点と戻してきてはいるものの、すぐに1軍でいけるかと言われると難しいかなというふうに思っています。カープは1軍の先発、中継ぎどちらも苦しく、中崎選手、今村選手、中田選手、中村優太選手、岡田選手、あとは選手、中村恭平選手ら、本来1軍で投げてきてほしい選手たちが、まあ、コンディション不良もあってか2軍にいます。野村選手は1軍で好投しましたが、まあ、彼もこれまで2軍にいた選手です。もちろんアドア選手は育成的な意味合いも強いんですが、まあ、これだけ実績組が苦しければ投手陣に不安は残ってしまうのは仕方ないかなと思います。そして中日、まあ、先日の動画でもお話をさせていたんですが、この両左腕が苦しんでいます。まずは昨シーズン開幕投手に選ばれながら不整脈もあり戦線離脱し、その後なかなか安定しなかった笠原選手、まあ、長期的に戦力となることはできませんでした。まあ、今季はその影響のあってか調整がやや遅れ、開幕2軍、そしてなかなか球速が出ず140キロを下回る投球も見えていました。もともとストレートとチェンジアップを主体に三振を量産する投手だったんですが、現在の2軍でも三振は少ないんです。先日のホークス戦では7回を投げ3失点も9安打4三振。まずまずの結果も残していたんですが、やはり球速もあり、先に松葉選手や勝野選手に昇格を譲ってしまいました。そして小笠原選手も苦しんでいます。先日の7月12日の登板では5回13安打1三振1四球防御率 4.50 と打ち込まれてしまいました。まあ、この動画を撮影している日には本来登板予定だったんですが、雨で流れてしまって今後どうなるかはまだまだ分かりません。彼も140キロ前半の直球が目立っています。145キロも珍しいという状況で、高校時代に見せていた直球で押していく投球というのはなかなか見られません。かわしていく投球というのが主体になっています。やはり怪我の影響は大きいんですが、先発不足ではありますが、ローテ入りは現状は難しいと想定していて、特に左腕、彼に続く松葉選手が今1軍でアピールしていますので、彼に続く2人目としてこの2人のどちらかには帰ってきてほしいんですが、まあ、ロメロの穴というのを感じるなと思います。
まあ、全体としてはこんなところでしょう。広島の中継ぎ、中日の先発はかなり苦しく、2軍でもそれぞれ苦しいと言える現状。もちろん野手で藤井選手が結果が出始めていて、代打スタメン等で期待もあるんですが、何より怪我人が多すぎて、正直2軍のメンバーもかなり余裕がないんですよね。で、根尾選手に関しても2軍でアピールしていた時期もありましたので、1軍昇格の可能性はありました。まあ、ただ最近苦しいということと、2軍の試合がかなり回らなくなってくる可能性があって、藤井選手、根尾選手が上がらないで、野手が1枠余ってしまう中で戦わなきゃいけないのはこういうところにあるのかなと思います。 DeNA も新上選手、砂田選手が1軍起用できるとリリーフに厚みは増すんですが、なかなか苦しい現状。阪神も中継ぎは酷使気味なんですが、藤川選手が戻って抑えとしてどこまで投げられるか、桑原選手がいつ頃1軍に戻れるかも大事になってくるかなと思います。まあ、巨人は現在先発はある程度数はいるんですが、ここに畠選手が入ると頼もしいですし、高橋祐希選手が入るとメルセデスとともに3枚左が並びますので、ここは本当に頼もしくなるかなと思います。ロング等で野上選手が使えるとチームの中継ぎの負担はかなり減っていくのかなと思います。そして塩見選手、本当に1軍で見たい選手です。まあ、山崎選手が打ちまくっていてチャンスありっていうわけではないんですが、まあ、彼の機動力と打力というのは本当に大きな武器ですので、そろそろ1軍でブレイク本当に期待をしております。今年こそ頑張ってほしいです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。